皆さんこんにちは、ともです。今日は2月13日、バレンタインの前日です。我が家実はチョコレートを全く用意していません。娘がママチョコレート作ってバレンタインにお友達にあげたいって言ってきて、そうだった、いつもあげてるんだったと思って、やっばと思って、で何作りたいのって聞いたら、チョコレートティフィン、この前撮影で一緒に作ったりしていて、それがすごい美味しくって楽しかったみたいで、それを作りたいって言っていたので、今日は娘が帰ってきて一緒に作る様子を撮影していきたいと思います。おちびが帰ってくる前にお姉ちゃんとちゃちゃっと作っていきたいと思います。お姉ちゃんが帰宅するまでにまだもう少し時間があるので、材料など準備していきたいと思います。はい、では材料です。全粒粉のビスケット、こちらに入ってるんですけど、200g、 これは、私はマクビティのチョコレートじゃないビスケットを使っています。でも何でも大丈夫です。製菓材料店とかでも全粒粉ビスケット売ってます。こういう袋に入れて後で叩いて砕いていきます。あとはいつもレーズンとかちょっとドライフルーツも入れるんですけど、子供同士のチョコレートの交換なので、レーズンが嫌いな子もいるかなと思ってドライフルーツを省いています。いつも入れる場合はクランベリーとかも美味しいんですけど、 70g ぐらい入れてます。ここには全部ちょっともう合わさっちゃってるんですけど、無塩バターが180、ミルクチョコレートが 100g、 ゴールデンシロップが大さじ2で、ココアが大さじ2入ってます。これを全部一緒にして湯煎で溶かして、砕いたチョコレートを入れて、あ、チョコレートじゃない、また言っちゃった、チョコレートって、砕いたビスケットをここに入れて混ぜて、ここの型、この型は、18×18 の型ですに入れて、ギュギュッとして冷蔵庫に入れてという感じです。その上にですね、チョコレートのコーティングをするんですけれども、ミルクチョコレートが 200g で、ホワイトチョコレートはまあいらないっちゃいらないんですけど、やると可愛いので、ホワイトチョコレート 40g やる場合は足してください。お姉ちゃんを待って作っていこうと思います。もうちょっとでお姉ちゃんが帰ってくるので、チョコレートとバターを溶かしています。湯煎にかけてます。はい、じゃあお姉ちゃん帰ってきたのでスタートしていきます。まずはこのビスケットを叩いて砕いてください。粉々にしない方がいいです。ちょっと大きいところだけ。いや、そのやり方おかしいと思う。よし。じゃあこのぐらいになったらチョコレートと混ぜていきます。そしたら、ここにチョコレートとバターを湯煎で溶かしたものがあります。その中にビスケットを入れてください。全部お願いします。チョコレートがクッキーに全部つくまで。
かな。ちょっと貸して。はい、そしたら型に入れていきます。はい、どうぞ。倒れそう。じゃあこれをさ、ここ押さえてくれ。よし、広げてギュッギュッて平らにして、はい、はい、お願いします、うん、もうほとんどやってる。もっとギュッてやる。そういうこと？うん、平らにするよ。角っこが平らじゃないから、うん、まだ入ってない。はい、じゃあこれで、まあ、そんなに神経質にならないで大丈夫です。これで一回冷蔵庫に入れます。で、あとのコーティング用のチョコレートを溶かしたらまた出してきます。表面にかけるチョコレートが溶けたので、まずこっちのミルクチョコレートを流していきます。弱いふりしてるってこと。だいたいいいかな。そしたら白いチョコレートを今度は点々と置いてってください。あんまり近くにやらないと。はい、どうぞ。ね、はい、そしたら爪楊枝でぐるぐる。あまり深くやると中のチョコレートがちょっとじゃなっちゃう。いい感じ。
はい、今日はバレンタイン当日です。今日は朝から、子供たちを送り出して、その後ボクササイズに行ってきて、今クッタクタです。すごいしんどかったけどすっきりしました。シャワーを浴びたてで、ちょっとまだ髪が濡れてますが、子供たちが帰ってくる前に、昨日作ったティフィンをカットしてラッピングしていきたいと思います。はい、こちらが冷蔵庫に入れておいたティフィンになります。美味しそうで、これをカットしていくんですけれども、私はいつもこの刃が薄めのナイフを使っています。このナイフを温めるっていうのがポイントになります。綺麗にカットできないので、ナイフを必ず温めましょう。で、型から落として、こんな感じですね。では切っていきましょう。ここにですね、大きいグラスを用意した、何でもいいんですけど、お湯を入れて、こうナイフをジャボンと入れて温めます。本当はね、もっと深いやつがあるといいんですけど、うちはないので、今のご飯が炊けました。洗い場でいつもやったりとか、あとは火で温めたり、バーナーでナイフを温めたりとか、そういう方法でやったりもします。今日はグラスでにお湯を入れて温める方法でお見せしようと思います。で、綺麗な布巾を使って、まず温めたナイフを大体真ん中のところに入れて、もうゆっくり押していきます。力ずくでいくとパリンって割れてしまうので、ゆっくりです。入りました。はい、綺麗に切れましたね。中はこんな感じです。いい感じですね。ではどんどん切っていきます。またお湯にナイフをつけて温めて拭いて、ゆっくり入れていきます。焦らないことが大事ですね。よし、全部切れました。こんな感じです。このね、クッキーが中にあるビスケットがザクザクいった感じ で食感が楽しい。上はパリッとしてて、中はこうザクザクしてる感じで、こんな簡単にできるのに美味しいっていうお菓子です。さあ、ではラッピングしていきたいと思います。バレンタイン用のラッピングがもうあんまり売ってなくって、このクリア、なんて言うんだろう、クリアバッグ、クリアバッグにこのワックスペーパー、ハートのやつを後ろに入れて、チョコを入れて閉じるっていう感じで作っていこうかなと思います。一応それは娘に聞いておきました。こんな感じでいいって、それがいいって言ってたので、そういう感じにしていきます。正直言うと、こういうラッピングは全然上手じゃないです。苦手な方ですね。大雑把な性格が、性
当にこういう時にダメなんですよね。大きかった。なんかそんな一般がしたんだよね。ほんのちょっとだけ切ってみよう。まず1枚だけ完璧なペーパーを作ろうと思います。本当に苦手だ。ママ頑張って。これでどうかな。あとここを切って、切れば OK。で、この大きさ、この大きさの紙をいっぱい作っていけば良いということですね。OK、頑張ろう。無事、なんとか切れたので、じゃんじゃん袋に入れていきたいと思います。友達12人にあげたいって言ってたんだよね。で、この前実は、ね、ラッピング用品ラッピングセットがないない言ってたんですけど、先ほど見つけました。押し入れにしまってたみたいです。記憶が全くないんですけど、そこに入ってました。よかったです。とりあえず、でもまあ結局こういう可愛い感じになったからよかったかな。このアイデア良かったんじゃないでしょうか。なんかね、このピンクのラメとか入れても可愛いなと思ったけど、ハートハートになっちゃうからもういらないですね。私はこれでいきましょう。はい、完成しました。ではこれにチョコレートを入れていきたいと思います。では入れていきます。手を洗って消毒してきました。よし、うまく入っておくれ。よし、いいんじゃない。これにこれで止めていきます。完成。かわいいんじゃないかな。どうでしょうか。いや、むしろもうこれでダメって言われてもどうしようもできない。シールを貼ったりしてもいいけどね。この上に。でももうハート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 ってどんだけハートなのよって感じだけど、になっちゃうから、これがいいんじゃないかな。どんどん。よし、完成しました。結構こうやってみると可愛いかも。自己満。自己満。これで、本当はね、お姉ちゃんも一緒にやれたらよかったんですけど、今日はおちびが早く帰ってきちゃうので、おちびが帰ってきたらもうとんでもないことになっちゃうので、今日はママが全部やっちゃいました。で、帰ってきたら娘がきっと友達のうちに
渡しに行くっていう感じだと思います。完成。はい、今回は、我が家のバレンタインデーチョコレート、バレンタインチョコレート作りを、お届けしました。チョコレートティフィンとっても簡単なので、ぜひお子さんと一緒に作ってみてください。私が使ったビスケットなんですけれども、これです。マクビティダイジェスティブビスケットっていうもので、イギリスではもう定番のチョコレートや、ビスケットなんですけれども、日本でも私は普通にスーパーで買いました。 OK スーパーで買ってきました。これ本当に美味しいので、ぜひ試してみてください。特にこれがチョコレートがついてるやつが本当におすすめです。でもこのティフィンとか、あとチーズケーキの土台とか、そういうのには、チョコレートなしのこのダイジェスティブビスケットがとってもおすすめなので、ぜひ皆さんも見つけたらゲットしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。